皆さんご機嫌いかがですか？次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はトマトでございますね。トマトの脇芽かきと実を大きく美味しく育てるコツをご紹介したいと思います。ということで、トマトはレイズドベッドで育てて、おります。混食緑肥のライ麦ですね。ライ麦巨大化してしまいましたので、ライ麦の上の方だけね、刈り取りたいと思います。根を残しておけば、麦は成長を続けて、根の深さは1メートル以上、むっちゃ深くなります。で、硬い交番層を貫きですね、その深いところにすく、青枯れ病菌や胃腸病菌を下の方にね、流亡させてくれます。刈り取った上部は土にすき込んで、緑肥にしたり、あとポーンと上に乗せといてね、草マルチにも使えます。手前のね、紫色の花は、同じく緑肥で、ヘアリーベッチと申します。豆科のね、土の表層50センチ程度まで浅く広い根張りで土をふかふかに保ってくれます。以前ね、トマトの植え付け動画で、紹介させていただきました混植のネギ類やマリーゴールドの方も順調に育っております。今年は大玉トマトは垂直栽培じゃなしにね、吊るし仕立てにしたいと思います。ミニトマトは垂直栽培でいこうかなと思ってます。昨年はね、大玉トマトを垂直栽培してですね、最後の方はね、2メーターを超えてね、手が届かなくなってどうしようもなくなりました。今年は吊るし仕立てで吊るおろししながらやっていこうかなということで、平テープを、茎にくくります。輪をね、一回、作ってキュッとそこに、くぐらせるだけ。これでね、しっかり結べます。で、結べたらあとは紐をね、くるくるっとトマトに巻きつけて完了ですね。こうしておけば、つるおろしの時も簡単にほどけてやり直しが効くと。隣のトマトも同じ要領でセッティングしていきます。巻きつけて完了ですね。まあ、ほんで、全体像はこんな感じになるわけです。このてっぺんは後で、雨よけのビニールを貼っておきます。その隣ではミニトマト、これはね、垂直仕立てでやっていこうかなと思うんですけれども、ミニトマトと言ってもやっぱり背が大きくなるのでね、ちょっとどこかで何か考えないといけないんですけど、とりあえず脇芽かきいきましょう。見つけた脇芽は全て取り除きます。2本立てにするときは一番花っていうかね、実をつけてるところの下を伸ばして、2本にしてやるといいですね。今回は吊るし1本仕立てなので、脇芽は全部書いていきます。これは脇芽ですね。大きい芽は、刺し芽っていうかな、刺し芽にするので、取っておきましょう。2本仕立てのメリットは2倍の収穫量でもね、デメリットは1本の根で、やらなあかん、1人2役なので疲弊が早い。まあ一長一短あるわけですね。脇芽が大きくなってました。これね、脇芽はね、横にね、折り曲げたら簡単に取れます。上の方に引っ張ったり下の方に向いたりとかね、むしらないのがコツですね。必ず横に折り曲げてください。簡単にね、ポロッと取れますよ。こんな感じでね、ピッとこう。太くなりすぎた脇芽はそう簡単ではありません。これはキレイキレイなどで消毒したハサミでね、切ってくださいね。で、切り口は触らず自然乾燥なんですけど、大きい芽の場合は、こういうジャガイモシリカなんかを切り口にまぶしておけば大丈夫です。シリカの効用は今度のね、キュウリ動画で説明したいと思います。とりあえず見つけた脇芽は全て書いておくと、引っ張ったり上向きとかね、下向きじゃなしにね、真横ですよ、真横に倒すと簡単に折れます。無理に、無理なくね、簡単に取れるので、こんな感じでね、はい、そうです。実を大きくしなければ、実ね、見つけました。ここにね、花が咲いてできそうです。このね、裏側にあるこの葉っぱですね、この葉っぱね、
この葉っぱを、取り除いてやります。これがコツですね。こうすることで、葉を成長させようというエネルギーをね、実の方に、振り分けちゃいます。実のすぐ、上にある反対側ですよ。背中合わせのこの葉っぱね、こいつですよ。この横のは置いといて、横向きのは置いといてくださいね。あ、今取ったのは脇芽ですけど、こいつは置いときます。で、これ、この真上にある、背中合わせのこの葉っぱ、これをね、もぎ取る。これもね、横に向けたら簡単に取れます。これでトマトは、大きく美味しく育つのですね。で、もぎ取った脇芽を刺し芽にしましょう。どっか空いてるところをね、探して刺してください。これはね、冬場に作っておいた金ちゃん畝をね、使うわけですね。この辺りにちょっと穴を開けましょうかね。で、描いた脇芽をストンと突っ込むと、はい、これでも大丈夫ですわ。それだけ。あとは水をあげるだけ。それだけです。もう一回、もう一丁、ここに開けた穴にストンと落として、もう一個、全部で3本脇芽差し込んできました。どうなるか楽しみでございますね。こっちがこぼれ種で育った高菜がもうね、菜の花みたいにむちゃむちゃでかくなっちゃいました。漬物にして葉っぱは食べました。予告、ソーラー自動給水器、次回紹介するかどうかは分かりませんが、これはタイマーセッティングしてですね、24時間のうち5分だけ給水してくれるなんてことができるわけですね。トマトの水やりがむっちゃ楽になりました。トマトどころかこうブワーッと分岐させてですね、ナスの水やりもね、あらもう楽勝さ、もうまさにゲームチェンジャーでございますね。真夏の日照り続きももう敵じゃないということで、今回はですね、トマトの脇芽かき、脇芽を簡単にもぎ取る方法とですね、それとトマトの実を大きく、美味しくする方法をご紹介させていただきました。トマトはね、また長く楽しむための追肥や管理など適時ですね、適時動画で紹介したいと思います。いや、どうでしたですかね。参考にしていただくことはできましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。